女の子。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて、私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？まあそう言わずに、お嬢様。トラ、兄貴のお友達になるも。迷惑はかけられ慣れてますもん。ガキのくせに一丁前にしよってからに。持ちつ持たれつ言うてな。一個貸しにしといたる。俺さ、この命をくれたホムラのために二度と死なないって決めたんだ。だから絶対に死なない。そして必ず楽園に行ってみせる。空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。ホムラを戦争の道具にするつもりだろ。誰がそんなことさせるもんか。彼ならばこの朽ちていく世界を救える。天の聖杯、無関係でいられると思うな。めんどくせえから終わりにするぞ。よいしね。楽園に行く、聞き捨てなりませんね。俺たちには俺たちの目的がある。そのためには邪魔なお前たちを消去する。お前ら、なんでホムラを欲しがるんだ。天の聖杯の力が欲しいからですよ。逃げて、レックス。ここにいちゃダメ。私たちに構うな。無理言うな。見捨てるなんてできるわけないだろ。ボンならその薬を断ち切れるかもしれない。それを助けてやるのが花の務めの注文。時花とその首輝から。これはホムラ。私は光。